日本を代表する演歌歌手森進一さん。演歌界の大御所である森さんですが、実は演歌歌手として扱われることを嫌い、ご自身では流行歌手を名乗り、小室哲哉さんや井上陽水さんなどジャンルを超えてコラボし楽曲制作を行っています。多くのヒット曲を発表している森さんですが、かつての年収や資産が驚きです。また豪邸と言われる自宅など気になる情報を調査してみました。森進一さんは山梨県甲府市で、朝鮮半島清津市生まれで、引き上げ者の母と母の幼馴染の兄で大日本帝国海軍軍人の父の長男として生まれました。3人で静岡県沼津市へ移転後、妹2人が生まれましたが、10歳の時に両親が離婚、母と妹と共に母の幼馴染だった父の妹を頼り下関へ移転、母子家庭となり、森進一さんも新聞配達で家計を支えました。その後母の郷里鹿児島に落ち着き、鹿児島市立町田中学校卒業と同時に集団就職で大阪に出て移住、金の卵と呼ばれた若年労働者として、最初は寿司店に勤めるも1ヶ月で退職、家族に仕送りするために少しでもいい賃金を求めて17回も職を変えたそうです。1965年、昭和40年フジテレビ系の素人参加歌番組リズム歌合戦に出場して優勝、チャーリー石黒さんにその才能を見出され、渡辺プロダクションに所属。当時は今のようなかすれ声ではなく、ルックスも良く、また森進一さんが実家へ仕送りをする必要もあったことから、ポップス系でデビューさせる予定でスクール名追りさせました。しかし個性が弱いとして、チャーリー石黒さんは売れるためには声を潰し演歌を歌うしかないと森さんと渡辺プロを説得。1966年、昭和41年、猪俣正明作曲、吉川静夫作詞による女のため息でデビューし、森さんが初めて演歌をリリースした楽曲はレコードデビューから後の3枚目のシングル女の鳩場でした。美声歌手が主流だった当時の歌謡界において、かすれ声で女心を歌う森さんのデビューは衝撃的であり、世間からは下手者、一発屋と酷評されました。しかしその後も命枯れても盛り場ブルースと立て続けにヒットを重ね、ついにはデビュー3年目の1968年、ヒット曲花と蝶で第19回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしました。1969年、昭和44年には全国の港町の情景を織り込んだ港町ブルースを発表。22歳の若さで第11回日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞。さらに出場2回目にして、この年の第20回 NHK 紅白歌合戦のトリを務めました。1971年、昭和46年にはおふくろさんが発売され、同曲で2度目の最優秀歌唱賞を受賞。また第22回 NHK 紅白歌合戦にも同曲で出場し、3年連続でトリを務めました。1974年、昭和49年にはフォークソング全盛期の黄金コンビ岡本治美作詞、吉田拓郎作曲の「襟裳岬」を発表。同曲で第16回日本レコード大賞、第5回日本歌謡大賞など多くの音楽賞を獲得し、第25回 NHK 紅白歌合戦で自身初の大トリを務めました。1979年、昭和54年2月にはデビュー以来約14年間にわたり在籍した鍋プロから独立し、森音楽事務所を設立。そして同年夏、新宿港町がヒットし、1982年昭和57年に松本隆作詞、大滝詠一作曲による「冬のリビエラ」を発表。ポップス系のこの曲により従来とは異なる新たなファン層を開拓しています。その後も第一線で活躍を続けた森進一さんですが、2009年11月には尾崎豊の「I Love You」や石川さゆりの「天城越え」など、演歌から J-POP までさまざまなジャンルの曲を集めたカバーアルバム「ラブミュージック」をリリース。演歌の枠にとらわれない活動も注目されました。 NHK 紅白歌合戦
には1968年第19回の初出場から連続出場を続け、2013年第64回に北島三郎さんが勇退してからは最多出場となりました。デビュー50周年となった2015年第66回に48回目の出場を果たしますが、12月4日公式サイトで同回限りでの勇退を宣言。同回の紅白では取り前でおふくろさんを披露、半世紀にわたる紅白出場に終止符を打ちました。日本を代表する歌手の一人として長年活躍し、ヒット曲を多数持つ森進一さん、1947年から2005年までは高額納税者控除制度による長者番付が公表されており、毎年人気歌手や俳優など有名人の年収がランキング形式で発表されていました。もちろん森進一さんも長者番付の常連でした。ランキングに森さんが初めて登場したのは1970年で、第6期推定所得金額は4,312万円でした。意外と低いなと思われるかもしれませんが、時代が違います。当時の1000円はだいたい現在の5000円の価値があると言われていますので、単純に5倍すると2023年現在の価値では2億円以上の所得ということになります。ちょうどこの頃は1969年に港町ブルースがヒットして第10回日本レコード大賞の最優秀歌唱賞を受賞し、第20回 NHK 紅白歌合戦に22歳という若さでトリを務めた年でした。デビューからわずか3、4年、しかも22歳という若さでこれだけの大金を手にするとは想像がつきません。そして長者番付歌手部門で第1位に輝いたのが1972年でした。推定所得は7949万円です。1971年に代表曲の一つ「おふくろさん」がリリースされ大ヒット、これが所得に大きく影響したのだと思われます。ちなみに「おふくろさん」はもともとアルバムの中の一曲としてリリースされましたが、アメリカ公演の際に現地に住む日本人客がこの曲を聴いて涙している姿を見てシングルカットされたそうです。その後も毎年のようにランクインし続けた森さんは常連となり、ついに推定所得が1億円を突破したのは1991年のことでした。その年の1位は長渕剛さん、2位は桑田佳祐さん、3位が森進一さんで、推定所得は1億2555万円。それ以降も1992年は5位で1億3685万円、1993年も5位で1億602万円、1994年は3位で1億2812万円と、毎年1億円以上の推定所得で長者番付入りし続けていました。森進一さんの総資産ですが、なんと20億円以上あると言われています。森さんの資産に関する話題といえば、2005年に元妻の森昌子さんと離婚した際、雅子さん側から慰謝料7億5000万円を請求されたという報道がありました。それに対し進一さん側は、自身が C 型肝炎を患っているため、自分にもしものことがあってはいけないと、結婚当初から生前分与として、雅子さんと子供たちに年間約3000万円渡してきた、と主張されていました。結局、7億もの金額を支払ったのか、どのような形で話がついたかは不明ですが、億単位の金額を請求される時点で、お金はたくさん持っていらっしゃるということわかります。森進一さんのご自宅は、日本のビバリーヒルズと呼ばれる、渋谷区の高級住宅地、松濤にあります。松濤には大物政治家の麻生太郎さんや、楽天グループの三木谷社長なども住んでいるそうで、坪単価が約500万円もすると言われています。森進一さんの松濤付近での目撃情報が多数あり、こちらにお住まいなのは間違いないでしょう。また、こちらの自宅は息子である、ワンオクロックのタカさんや、マイファーストストーリーのヒロさんの、ご実家にもなります。2018年1月1日には、ご自宅らしきリビングで、息子のタカさんや、ローラさんなど、そのご友人と思われる、そうそうたる芸能人の方々との新年会の写真が、森さんのインスタグラムにアップされていました。若いメンバーに囲まれ、森さんも楽しそうなご様子でした。森さんは1986年に雅子さんと結婚式を挙げた際、
テレビ中継が行われ視聴率 45.3% を記録。すると生放送だったため、現在自宅が不在ということを日本中に知らせたようなもので、なんと式の最中に空き巣に入られてしまいました。この当時も森さんは現在の自宅に住んでおり、せっかくのめでたい日にひどいことをするもんだと思いますが、当時から森さんの豪邸は有名だったのですね。ちなみに自宅の間取りなどについては一切明らかになっていません。雅子さんとの離婚後は家政婦に来てもらい、家事全般を任せているそうです。かなり広いご自宅のはずなので、お掃除も大変ではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。大御所ながら演歌という枠を超えて幅広いジャンルで活躍される森進一さん、総資産の額には驚きですね。デビューから現在まで第一線で活躍され、それだけ収入を得られるのも森さんの枠にとらわれない活動の賜物かもしれません。今後のご活躍にも期待しています。